ここか。主が人に撃たれ、恩義を裂いたのは。はい。花の手向けすらないとは。主をあがめていた連中はどうした？創世神話は半ば伝承として語られる。現代を生きる人々にとって主は空想の産物に等しい。この地も歴史を知らぬ者が見れば遥か昔に朽ち果てた町の一つ、交換には知れ渡っていないのです。ああ、そうか。あれから数千年経っていたんだったな。感傷に浸りすぎたな。世間話のために来たわけじゃない。そろそろ話すんだ、サハル。私に隠し事は無意味だぞ。ここにいたか。さあ、話せ。急ですね。話せとは一体？しらじらしい。十分すぎるほど待ってやったぞ。アブラメリンだったか。その人間が民を率い、主を打倒した。そして裏には、フェニックスの関与があった。なるほど。人知を超えた所業も頷ける。だが情報量が多すぎて。私の頭はパンク寸前だ。一旦整理する必要がある。なぜ人間は主に謀反した？その時お前は、どこで何をしていた？まるで審問ですね。はぐらかそうとしても無駄だぞ。正直私は疑っている。お前が裏切ったんじゃないかとな。私が主に背いたと。何の目的で？それを私が聞いている。難題ですね。身に覚えのないことを白状しろとは。理由はこの際どうでもいい。主の打倒にお前が手を貸したか否か、それが重要だ。お前の役目を考えれば謀反も容易だったろうからな。君の考えを聞かせてもらえますか。お前の役目は主のご意志を世に広め、人間を導くことだった。その根本と言うべきか、お前の言動は自然と人を引きつける。お前が主への反抗思想を世に説き、扇動することは容易だったはずだ。そうだろう。可能とは言い切れませんね。なぜという疑問は残りますが、仮に私が打診派に組したとして、
人は私を受け入れてくれるのか。神の忠実なしもべと認識されている以上、何か裏があると思うのが妥当では。知らん。お前のことだ。うまくやったんだろ。吐かないなら白く出てうざがらめすると。さあ観念するんだ。潮時ですか。君には知る資格がある。同じ預言者として、主を慕う者として。場所を移しませんか。話の続きは主の最後の地で。主の回りくどいが許す。一度は訪れるべきだと思っていた。これもいい機会だ。そうと決まればさっさと行くぞ。もう一度問う。いい加減話すんだ。女子に及んでためらっているのか。さすがに怒ると。いえ、包み隠さずお話ししますよ。実は私も主の最後を知らないのです。はあ？お前ふざけているだろ。ジョークにしても全然笑えないぞ。私は初めから真剣ですよ。誓ってもいい。嘘偽りなく話すんだ。ええ、では順を追って説明を。私は主、あなたの神である。神はただ一つであり、その存在を疑ってはならない。神への畏敬を常に抱き、おごることなかれ。空に生き、空に尽くせ。そしてよく生きよ。空に恒久の繁栄をもたらすために。私は主である。主は各語られた。主の子、光の子らよ。主のお言葉を心に深く刻み、良き生を送るのです。神よ、なんとありがたき教えか。我らが偉大なる神に祈りを。順調みたいだな。人々は神の教えを忠実に守り、世界は完成に近づきつつある。主もさぞお喜びになるだろう。見ていたのですか。
言っておくが、覗き見じゃないぞ。私が報告に来たタイミングで仕事をしていたお前が悪い。責めているわけではありませんよ。報告とは例の異端者のことで。ああ、やはり黒だった。奴は主の思想を悪だと喧伝していた。さらには打診を掲げる一派を組織し、謀反を企てていたことが判明した。まったく不敬極まりない。主の善性を疑うとは何様だ。その者の処遇はいかに。決まりきったことを聞くんだな。主のご意志に従い、異端の目は摘む。例外はない。そうですか。なんだ、不満か。いえ、そうではなく、主のご意志が浸透していれば、異端そのものが生まれることもない。私の未熟さゆえかと思いまして。ああ、確かにそれは言えるな。私が尻拭いしてやってるんだ。感謝してもいいんだぞ。ええ、それはもう言葉では足りないくらいに。相変わらず張り合いがないな。もっとこうあるだろう、偉そうにするなとか。お前は根本的に勘違いしている。お前がどれだけ必死になろうが、異端の目は完全には排除できない。主もそんなことは想定済みだ。だから私がいる。つまりお前が気に病むこと自体がお門違いで不敬なんだ、バカチメ。その通りですね。我が主よ、近頃シャレムの所在がつかめないのです。何かご存知ではありませんか。承知しております。巨大な怪物に支配された世界など、いつどのように終末を迎えるか分かったものではない。神の存在は我々の発展を阻んでいるのだ。我々に神など不要なのである。神は我々の創造主だ。我々は神より生まれた神の子だ。子がなぜ親に逆らえようか。ましてや神を討つなど論ずるに値しない。言語道断である。
私も静観してはいられず、打診派を迎え撃たねばならなかった。主の命に従うこと、主の身を守ること、それが私の存在意義ですが、私は一つの罪を犯しました。秘蔵物にあるまじき罪を。罪？あ、私は主のご意志に背いたのです。主のご意志に背いた？お前何を言っている？戦いの最中、私はある秘策を思いつきました。強制的に人々の意識に介入し、主への反抗心を削ぐ。それは人々から自由意志を奪うということ、つまりは洗脳です。洗脳？そんな器用な真似ができたのか？個人レベルならまだしも、組織レベルでは不可能じゃないのか？私の命をもってすれば、それでも限界はありますが。その策を主に進言しましたが、主は決して許さなかった。人の進化は意志を有してこそ促される。意志を奪うことは空の世界の完成に反する行為に等しい。故に有事であっても許されない。それが主の考えでした。ごもっともだな。主が正しい。お前まさか。君の想像通りです。私は策を決行しました。なんて愚かなことを。主のためとはいえ、申し開きもできません。お前の策は結果どうなった？わかりません。私は策の実行により力を使い果たし、しばし眠りについてしまいましたから。ですが結果を見れば、私の策は実を結ばなかった。ようやく理解したと。主の最後を知らないわけだ。そしてお前が話題を避けた理由も、主のご意志に背いたとあってはな。お前がそばにいながら、私がそばにいれば、いや、どの口がという話か。元をたどれば、私に原因がある。私が役目を続けていれば、打診派などという連中をのさばらせることもなかった。私は肝心な時に何を。ああ、思い出せん。イライラする。ん？お前さっき眠りについたって言ったな。まさかお前も私と一緒か？最近になって目覚めた口か？いえ、私が目覚めたのは数百年後でしたので、記憶という点で混乱はさほどなく。私を迷わせたのは私という存在、主が不在の空の世界における私の存在意義とは何か。その答えを見出せぬまま、私は傍観者という立場に甘んじた。空の神と星の神、
どちらが主体になったとて、元の姿を取り戻せば主に変わりない。だから不干渉を貫いてきた。本当にそれだけが理由か？お前は負い目を抱いている。主のご意志に背いた自分が主の作った世界に干渉する資格はない。まあそんなところか。はっきりと自覚したのはかの終末計画の時です。お前の落とし身が引き起こしたあれだな。私は詳しいことは知らないが、彼の計画の成功は空の崩壊を意味する。看過できる状況ではなかった。それだけでなく自然と重ね合わせてしまった。私の写し身が神々の思惑に反抗した構図、創世の民が我が主に戦いを挑んだ構図、どちらもよく似ている。私はかつて主を守れなかった。その私にこの空の世界を、主が望む世界を守る機会が巡ってきた。これは私への試練なのだと。私はずっと負い目を抱いていたのだと。そしてようやく報いることができた。私一人の結果ではなくとも。そもそも失敗なんてありえないがな。寝ている間に世界が崩壊とか、ずっとしないぞ。お前の落とし身の解釈にも困ったものだ。君の写し身も関与しているのですがね。うるさい。我が主よ、あの時の問いをもう一度。世界の受難の危機は去り、その御心は守られました。どうか今こそお言葉をもらえませんか。やはりあの時と同じ。期待はしていませんでしたが。うん？あれは？これは一体？今のは？おい、聞いてるのか、サハル。あ、すみません。ぼーっとしていたもので。だから声をかけたんだ。間抜けな顔をしていたぞ。その棒切れに触れて様子が変わったな。それを知ってるのか？私も初めて見る代物です。ふむ、調べる必要がありそうですね。これには何かが隠されている。これは私が持ち帰ります。良いですか？私に骨董収集の趣味はない。好きにしろ。さて、用は済んだし帰るか。喋り疲れて喉が渇いたぞ。
ジュースを所望する。もちろんサハルのおごりでな。リンゴジュース以外なら喜んで。この異物に触れた時だ。光に包まれたと同時に、あの光景と声が流れ込んできた。無限に広がる星々、果てなき漆黒、青い星、おそらくはこの星の全景。星の外からの視点、主が見た光景か。ならばあの声はどう解釈する。主の声ではなかった。幻覚と片付けるのは船舶か。我らには確かな意志を感じた。私の知らない誰か、その誰かはこの星に対して強い感情を抱いていた。言うなれば執着心、人間らしい感情だ。主の印象とはかけ離れている。少なくとも私の知る限りでは。では主とは無関係と考えるべきか。いや、この異物からわずかに感じ取れるもの、主の残滓に間違いない。あの地で発見したことも考慮すれば、やはり偶然とは言い難い。この異物の正体は、もし、いや、飛躍しすぎているか。しかし筋は通っている。仮に正しければ、主という存在は、この結論は私一人で抱えるには重すぎる。久しぶりですね。この姿であなたにお会いするのは。なるべく人目を避けていますので。あなたは特別なのですよ。まずは突然の来訪をお許しください。ああ、どうか身構えず。以前はあなたの力を試しましたが、もう二度とあのようなことは。どうしても伝えたいことがありまして、あなたの夢に干渉させていただきました。本当はこのような手段を取らず現実でお伝えしたかったのですが、これから話す内容はB 様のお耳に入れるにはためらわれるものですので。
創生の神、我が主、その正体について私の推察を聞いていただけますか？話が請求でしたか。すみません、こう見えて内心冷静ではいられず。本題に入る前に整理が必要ですね。あなたも私も。そもそもの話になりますが、神について創世神話以上の知識は？お気になさらず。多くの人にとって神は空想に等しい。実在を疑わないだけで十分ですよ。神とは神秘そのもの、あるいは神秘であるべきもの。これから私が話すことはその神秘を剥ぐのと同義、迷いがないといえば嘘になります。しかしこの結論に至った以上、せめてあなたには聞いていただきたい。かの一件ですよ。これが創世神の、あの力はまさしく懐かしいほどだな。あなたは神の力を引き出し、フェニックスを退けた。その本質を知らないままに、空の世界を創生し、不死をも殺す力、まさに人知を超越している。あなたがその気になれば、世界を壊すことも絵空事ではない。あの時は見事なまでに力を操り、世界の危機を救いましたが、仮にその力が暴走していれば、あなた自身が脅威に転じた、滅びの源泉になり得たのです。これらは仮定の話。しかし今後起こり得ないとは限らない。故にあなたは知るべきだ。神の力の本質や起源も。むやみに世界を脅威にさらさないために、何よりあなた自身のために。すみません、前置きが長くなりましたね。この数千年、私はある疑問をずっと抱いていた。かつてこの星は死に覆われていた。古の戦いの末に地表は砕かれ、滅亡の運命をたどっていた。それから幾世相が経ち、主はこの星に飛来し、創生を開始した。そうして生まれた世界には、あまたの生命があふれた。空の世界の始まりです。主の創生は成就した。
おおよその点においては、世界の完成を阻む不穏因子、主の力をもってしても完全な排除は不可能だったもの。そう、赤き地平と隔離世の住人です。彼らは空の世界への侵攻を目論み、依然脅威として存在し続けている。では赤き地平と隔離世の住人は主にとって想定外の産物だったのか。不穏因子を内包してまで空の世界を創生した理由は、なぜ主は滅びゆくこの星に飛来し創生を始めたのか。他に創生にふさわしい星は存在しなかったのか。この星でなければならない理由があったのか。次々に湧き上がる疑問に、私は長年答えを見出せずにいた。しかし先日のことです。私は主の最後の地で偶然にもとある遺物を発見した。ここではないどこか、誰とも知れない声、それらの点が線につながり、一つの推論が導かれた。この星の青さしか知らず、この星の青さを願い、この星の青さを求めた者がいる。あの遺物はおそらく一種の記憶装置。私が触れた途端に記憶が逆流し、あのような光景や声が駆け巡った。ではその異物の存在は何を意味するか。蓄積された記憶は何を構成しうるか。自我、あの異物は主の自我を構成する核と呼べるような代物ではないか。主がその身を二つに引き裂いた時、核もまた砕け散り放置された。あの遺物はあくまで核の一部であり、故に記憶も断片的だった。そう考えれば辻褄が合うのです。いや、合ってしまったというべきか。ここまでの話をあなたはどう思いますか。賛同していただけると少し肩の荷が下りた気がします。これで前提となる話は済みましたね。ただ最後にもう一つ、ここからの話は憶測の域を出ず、その点はどうかご承知おきを。蓄積された記憶、その所有者、それは誰なのか。そこには記憶の持ち主たる人がおり、
記憶装置を作り出す技術があった。非常に高度な文明だ。それが創世記より遡って存在した。世界の始まり以前の U、 荒唐無稽に思われるかもしれませんね。しかしあなたは心当たりがあるはずです。その存在に。空の民の祖先である創世の民は主が生み出したのですよ。もう一度考えてみてください。しかしあなたは心当たりがあるはずです。その存在に。星の民を生み出した星の神は主の片割れです。もう一度考えてみてください。しかしあなたは心当たりがあるはずです。その存在に。ようやく解に至りましたね。彼らの起源は2万年前に遡る。実際に彼らと対峙したあなたなら、その事実をどこかで見聞きしたのでは。私の行き着いた答え、もうお分かりですね。創世神の起源には月の民が関与している。それが私の結論です。先ほども申しましたが、この推論は憶測の域を出ないものです。主のしもべである私にとっては疑問を持つことさえ不敬極まりない。シャルムが聞けばどれほど罵られるか。気づかないふりもできたはず。それでも私は問いを振り払えなかった。私は今の空の世界を愛している。かつての私の言葉を覚えていますか。今後は純粋に空のために力を振るうと。空の神と星の神が統合した時、元の姿を取り戻した主の摂理に沿って世界が再構成される可能性は否めない。それは今の私の望むところではない。おそらくあなたたち空の民にとっても、その者の意志が月の民の総意なのか、現在の月の民に伝わっているのか、意志の根底に悪が潜んでいるのか、月の民の思惑が読めない現状、今後目を光らせておく必要があります。この空を守りたいという思いはあなたも同じはず。心の片隅にぜひ留めてもらいたい。頼もしい言葉ですね。ええ、必ず。あなたの意思を確認できてよかった。私が伝えたかったことは以上です。そろそろ夜明けも近い。ああ、
最後に一つだけ。私は主を否定したかったわけではないのです。私にとって主は唯一無二の存在。感謝こそすれ恨む道理はない。裏に潜む思惑がどうであれ、主はこの美しい空を作った。それは揺るぎようのない事実。すみません、言い訳じみた発言でしたね。忘れてください。では。おい。おや？珍しいですね。サンちゃんから声をかけてくるなんて。貴様の気難しい顔が見えたからだ。ルシフェル様の顔でそんなものを見せるな。私がそのような顔を？うん。私は不敬な存在なのかもしれません。ようやく自覚したか。私は主にとって良き存在ではなかった。今は確かめる術もありませんが。さっきから何を言っている。貴様が真面目に思い悩むなど珍しいこともあるものだな。おや、気遣っていただけるとは。そうなんです。もしや相談に乗っていただけるので？全力で断る。おや冷たい、サンちゃんらしいですが。ではこの空がいつかまた危機に陥ったなら、サンちゃんは協力してくれますか？いきなり何の話だ。脈絡がなさすぎるぞ。協力の意味はわからんが、俺はこの空を守ると決めている。貴様に言われなくても。そうですか。なぜ笑う？人は嬉しい時に笑うものですよ。答えになっていない。やはり貴様という男は。Thank you.